どうもこんにちは、中山修之です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は僕の友達がやってるポッドキャストを紹介したいなと思います。よもやもっていうチャンネルで、チャンネル？ポッドキャストの、ページ？こんな感じ。よもやもさんで、これ、僕の動画にも何回か出てくれた、今ベトナムのホーチミンに住んでる、友達がいるんですけど、その方ともう一人、その方がたまたま旅先で出会ったという、20代男性が2人でやってる、チャンネルです。今、20話まであって、さっきも、ちょっと聞き返していて、なんかほんと幅広くて、あの2人とも、1人の方は、結構しょっちゅう会ってて、話とかもするやつなんですけど、やっぱりこういろんな本を読んでたり、多趣味だったり、なんだろうな、なんか納豆についての話とか、第6話とか納豆とキッシュっていうやつとか、あとは音楽とか、あとなんだろうな、海外に暮らすこととか、村上春樹、コナンくん、なんかね、あのいろいろ幅が広くて、何を聞いても飽きないし、僕も確か15話ぐらいまではずっと聞いてて、そっからちょっと聞いてなかったので、16話まで聞いたか、17とかを聞いてなかったので今聞いてるんですけど、まずタイトルがやっぱり面白いんですよね。日本語でやられてます。いや、あのポッドキャスト最近僕好きで結構聞いてるんですけど、皆さんおすすめのポッドキャストあったら、ぜひ下の方に教えてもらえたら嬉しいです。ポッドキャストってなんか作業しながら聞けるから、目を取られないじゃないですか、ラジオなので。それがいいなと思って、部屋の掃除をしながらとか、部屋で、まあ、ほとんど基本掃除の時とかにこう聞きながら、まあなんかいいなと思うので、ぜひよもやもチャンネル下のリンクからクリックしてみてください。それでは。